太陽のイケメントーク。うわお前近いな。はい、こんにちはって言ってるって言ってるよーって。おい、どうもどうも、おはようございます。何年かぶりに筋盛りしちゃいましたって言ってるよーって。こんにちはって。こんにちは。どうもおはようございます。おはようございます。はい、なんで、今日筋盛りかって言うとですね、今日はダイアンの日ということでですね、旧ホストイベントという謎のね、謎の、はい、昔の初心の気持ちに戻りましょうということで、がっつり筋盛りしてきました。ヘアメイクさんに笑われながら、イエイ泣いたーって言って。そうなんですよ。ということで今日はちゃんとね、企画も考えてきてるんで、今日はちゃんと面白いやつですからね。倒れないやつちゃんと持ってきましたよ。はい、完全にパクっちゃいましたけどねって。こんにちはって言ってるよーって。こんにちは。はい、そうなんですよ。何するかは後でね。久々にこんなバシッとね、ちゃんとした格好してますよって。こんにちはって言ってるよってね。身長差はね、気にしないでいこう。ということで今日ホストっぽいでしょ。もうめったにこんな格好しないけどもね。そう、どうですか、久々にこんな感じにかかけんてんかんかんじゃった。泣いたー泣いたー。もう全世界がもうね、本当にね。はい、そうなんですよ。サイズ感がね、ちょっとパーリーピーポーしてますけれどもね、も本当にマザーファッカーって感じで。いや全然違う。本当にもうすごいですね。洒落てますね。本当に伸びしろですね。完全に伸びしろですね。なんかすごい恥ずかしかったよ、この格好で歩くの。この格好、この頭で歩くの。この頭でも、このプリンがすごいの。ここ本当に染めちゃう。やばい染めちゃうよ本当に。ということで、まあとりあえずさ、まだちょっと日海道新婚がね、遅れてるんですね。そうなんですよね。はい、まさかの。もうちょっと待ってあげてくださいって言ってるって言ってる。こんにちはって言ってる。おい、すごいね、本当に。全くやつ手振って、こんにちは。はい、どうもやつですよ、皆さん。どうも本物です、どうもって言ってるよって。パチモンです。本当にね、あのやつですよ。どんどんやす、うん、どんどんずんどんどんずんどこパラダイスですね。まあまあそういうことでいいでしょう。まあいいでしょう。本当に本物のずんのやつですよ。みんなこんにちはって言ってるよって。本当に本当にこんにちは。はい、どうもって。本当こんなにね、ありがとうございます、皆さん。本当にやすやす言ってもらってね。誰がやすい男だって、最低男だよって言ってる。声高いんですよ。そうなんですよ。あーい、おはようございます。本当に声高いです。酔っ払ってないです。一滴も飲んでないですよ。なんかね、朝からテンションがすごいの。もう本当に開花しちゃって、僕の才能がね。部屋目の時も騒がしくて、も騒がしくて、どんだけって。おっと、5人ストックがある人です。どうもこんにちはって。本当にね、今日おかましようなの分かってくれた。俺のキャラを変えていこうと思ってね。やっぱりずっと同じキャラだとみんな飽きるでしょうね。ねえって言ってるんで。まあ身長が池のメダカでーす。いや、池のメダカではないよ、はい、俺あれだからね、上島竜兵と同じ身長なの。あと具志堅用高で。おー、立とうか。立ってあげるよ。ほらね、どうこの身長感、やばいでしょ。やばい。はい、こんにちはって。どうも言ってるよって。はい、どうもって。伝わらないね、画面越しだからね、それね。本当にお前ら今すぐここの下に来いって。最低でも、ヤスさん大好き、ありがとうございます。本当にね、最低なんですよ。本当に最低なんだから、まったく。ヤスさんが後で抱いてやる。コミショ頑張りすぎてエンストしそうでしょ。まだギア2だけどね。本当に伝わらないよね、本当に。抱いてくれますか、あなたの顔によります。カスヤモ、終わったら、終わった後、声ガラガラになりそう。そうなの。あ、でもお酒飲んだらなんか、やばい、間違えちゃったね。今キャラが戻っちゃった、危なかったね。戻っちゃった。本当にすぐ気抜くと。今日暑いね、暑い。マジで帰りたい。買おうか、財布でなんとかしましょう、ぜひ。すぐしちゃう、本当に暑いな、まったく。本当になんか合うもんないかな。合うもんなんか、あ、違うな。まあいいわ、なんでもいいわ。ごめんね、ちょっとジタバタしちゃって。本当に喋りすぎやから、え、喋りすぎやからや。
喋りすぎ喋りすぎ、一回ミラトに任す、直接50渡してくれたら全然する。一回落ち着こうか。じゃあフェードアウトするね、一回画面。フェードアウト、バイバイって。お前までフェードアウトしたら意味ないでしょって。でもね、インスタグラムフォローしてくれたの、あんなしょうもないものありがとうございます。本当に安50円でいただきます。はぁ安い、安すぎる。そんな安くないですよ私は。はい、安だけにな、安なだけに、うん、そういうことですね。全然面白くないですね。本当にこれうまっ。安い早いの安です、どうもっつってやってますけど、言うてやってたらね、やっぱり来ちゃうんですよ、もう一人ホストがね。早く来て、お前ちゃん、早く来なさい。俺のペット本当に。おっしゃ、どうもこんにちは、これが二階堂真くんです。どうもね、昔のホストの部屋目まで。今日はちゃんと企画考えたからね、みんな大丈夫、本当に大丈夫って言ってるって言ってる。なんだっけ、ケミオみたいな、ケミオみたいなって。うわー、髪の毛どうしたの。あーちこ、白髪、白髪ですよ、皆さん見てください、ここが、もうごめん、これが白髪です、皆さん。まあ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 、リアルな気温ですよね。はい、ね、え、営業前は見えへんよ、そんな怒んなよ、見えるよ。あー、なんか葬式みたいな、みんな黒いスーツ着て。いやもうびっくりびっくり。ドンキ？ヘアメイク入れないからね、まだ俺この時間で。俺4時から入ってるって言ってる。6時から入ってる。うん、そうね、とりあえずまだね、後半にやろうと思ってるから、その企画は。だからこの時間はみんなでゆっくり雑談しようかなって思ってる。ちょっと失礼。なるほど、じゃあむちゃくちゃだじゃないですか。なんで今日一生懸命なの。いいとこにいいものがあったって。これだよ、これこれ、夏の風物詩、うちわちゃんですよ。その格好、それ葬式来たら蹴るな。マジでガンガン筋盛りとかしてな、シャンパンタワーとかやりたいでな。本当に母ちゃんに黒染めしろ言われそうっすよ。他店の営業者ハングオーバーさんです、みんな言ってあげてください。まあうちより有名だわ。本当にもうそのうちわって熱い、今宣伝したでしょ、このハングオーバーのうちわ。そうですよ、本当に。どこやどこや、全部ウサギのせいだ、そういうことですね、本当に。線香ですね。線香の匂いすごい好きなんですよね、わかります。お焼香とか、うん、お焼香、お焼香、この感じだからね。この感じだから、それはもうこのキャラ疲れたからいつもの通りに戻るわ。もうね、ラックライドさん髪染めてかっこよくなる。ありがとうございます。俺も染めたんですけどって言って、あれなんかお前分かんないよね、もともと明るいイメージある。ハンゴーバー昨日行ったよ。おお、どうだった、どんな感じ、初回かな、締め替えた。本当に暑いったらあれしてないよね、本当に全くもうマジで感じ。暑い、マジで暑い、マジで本当に暑い。ヤスのうちは作ります。あー、リックくん、リック、大崎リックくんかな、多分分かんないですけどね、ちょっとあんまりホスト分からないんですけど、せめてこっち側にしとこうか。あ、オッケー、よし。いやー、バースデーにヤスのうちは作ろうっていう。ほほ、僕はバースで打ちません。打ちません、どうも、はい、どうも。てか、ミナトってバースいつなの。僕は7月ですわ。あら、はい、あー、もうヤスさんと同じ、打ちまてん。お前は打ちなさい、もう打ちまてん。俺はここの5、6年間でね、何回もやってきたからもういいんだよ。同じ好きだから、本当にしんどいんだからね。一回だぞ、7月、7月、7月、あ、やべ、潰される。そうそうそう、センス欲しい、マジで俺が仰いであげるよ、直接、こうやって。結構吹っ飛ぶんじゃない、それお金。みんなどうだ、涼しいか、この野郎。はーい、はい、滑り方が涼しいわ。こうなるのは見てた、今の滑った感じでね、涼しくさせていこうっていう。はい、最高最高。ヤスさんはいつでも何してもかっこいいから、すごい言ってくれるね、あげてくれるね、めっちゃ今日ありがたい。ヤスメインの番組だからね、もう言ってたらね、これ違いますよ、ちゃんとダイヤですからね。ダイヤの一員として僕はこの店を上げていこうっていう大作戦ですよ。違う違う、って言ってる。ヤスがかっこいいって言われたいがためにこれ一生続けてますよ。いや違いますよ、ちゃんと一応さんが勝手に出なくなっただけですからね、ほんとに。うちのチームリーダー、ヤスが乗っ取った番組でしょ。そうなの、打ち勝ったの、ほんとにやったったの、ほんとに。だからいつも出てくれてる二人にはすごく感謝だよ。あ、お前はやっぱりいらないけど。なんなんすか、じゃあマジで聞かないんだけど、すごい感謝してる。地獄だからね、俺。うん、やっぱりね、やばい、ヤスのヤスっぽいトーク。あ、いいね、それに変えましょう、じゃあすぐにね。はい、それでこう。うるさいから少し静かにして。静かにする、じゃあしんみり、なんかさ、すごいなんか悲しめの曲とか歌っちゃう感じでいっちゃいますって言ってる。じゃあ行ってみちゃったりしてみちゃったりしちゃいます。すごい涼しい、これ疲れたわ、マジで。もういいか。動画上でうるさいって言われたらすごいよ。あ、ボリュームね、絞っちゃおうか。うん、あ、まあでも店ではこんなマシンガントークで喋らないんだけどね。逆におとなしいから、すごいここがなんかピクピクってする。わかる、この気持ち。たまにあるよね、みんな。ない、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 チックショー、ストレスが溜まってるんですよ。そうなん、はい。
この前ライブ行ったら前のモールダダ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 の下。そうなんだ。なぬ年だよ、年かな。ヤス普通になるか。普通になったら俺本当に何の取り柄もない男になっちゃうけど大丈夫。さっき来る時見てたけどケミオのトークのしか大丈夫。本当に大丈夫。ケミオのトーク真ん中に子犬がいるな。キャンキャンってこの野郎噛みついたのかって、キャンキャンってポメラニアンみたいでしょ。嘘、ショックショックポメラニアン。俺的にはねやっぱりゴールデントレトリバーが好きだからゴールデントレトリバーになりたかったね。ゴールデントリゴールデンレトリバーじゃなくて、ゴールデントレトリバーじゃないのあれ。ゴールデンレトリバー、ゴールデンレトリバーね。はいどうもおはようございます。真ん中にパックがいるな。誰がブスやねん。大丈夫俺もやめとけこの野郎本当に。と多いと多いね。ゴールデンとレトリーバーじゃないんだね。ゴールデンレトリーバーなんだね。ゴールデンとレトリーバーに分かれちゃいますね。そこ間違えるやつなかなか初めてだけど、ね、すごいね筋盛りって本当になんか、はい、すごくないこれほらやばくないこれ。でも昔さそんな筋盛りじゃなかったでしょ。いやめちゃめちゃ筋だった俺。極太筋だからね。うん、極太ってどうなんすかね。結構筋太めって言ったら大体ひどいことになる。ひどいことあくは M 字番号してないじゃん。うん、いやいやそんないつもしてないでしょ。一回置物になろうか。じゃあ大事件になるわ。いややめときましょう。もうすっごい大変なことになるからやめときましょう。俺そんなオラオラそうなめっちゃ今そんなさタコ気持ち悪いよ。いやー怖いなー。いやそう置物になったらすごいね。あーそうトーク的に、トーク的に、あー眩しい。あば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 怖い怖い。先輩なんかする角度ベストっすよ。単価上がるって言われても絶対もう誰がつくかと思う。誰もつかない。場内すら断るわ。飲まないブランデー入れてください。場内が眩しいぜ。そんな大してあんま眩しくねえわ俺。本当にどんぐらい黙ってたらいいのこれ。俺すごいもう喋りたいんですけどって言ってる。あもう喋ってるマジで本当にもうしんどい。本当俺が一番しんどいよ。生きてるだけでしんどいんだからこっちの。今日なんかやってる。闇が深い。シャブ打ちまくってるかもしれないね。もしかしたらね本当におまわりの人たちみんなカモンって感じマジで。見てる方が疲れてるからな。俺も疲れちゃった。ヤスポ、ヤスポ、ヒロポンね。誰だ。やめとけ。ヒロポンじゃん。昭和の時に。ゆずポン。ゆずポンか。話の原点なんか出てましたよヒロポン。ヤスさんが大きかったら嫌だ。あちっちゃいヤスがいいみたいなね。なるほどね。下ネタ？下ネタすか？ここに来て？ちょっと疲れたからタバコ吸ってくるわ。なんで？もう隣がすごい。ヒロポンって現在だから何なんだろうな。もう売ってないでしょだってもう。もうさすがに。売っちゃダメよ。いやもう売ってるやつ捕まりますよ。ヤスのはちっちゃい、ちっちゃいのね。あ、そっちのちっちゃいわ。見たこともねえくせにこの野郎。身長か身長の話かこれ。おい見に来い見に来い。玉神様ほんとちっちゃいからで、やめとけそれはガチのやつ。玉神様はマジでやばいよ。やめとけお前ほんとに。ちょいずどっちがいいですか皆さんちょっと聞きたいんですけど、はい、僕らいつもまあこあまあシンコは今髪の毛やってないからあれですけど、うん、久々の筋盛りって多分皆さんあれですよね。まあ、僕はあんまり見ることないですよね。どうなんだよって言ってる。聞いてみたいって言ってるよ。どうなんですかってお答え願いたい。お答え願いたい。本当に逆に俺の場合だけ潜在写真出す。昔の昔の回想みたい。お前それ筋盛りなのね。ほらだから言ったでしょ。筋盛りですよこれ。やり直すよお前。シャンプーしてこいよお前。ええ何言ってんすかもうね。身長がドゥーンってなってるよなんか。ドゥーンって大中小みたいな。えマジで街で見た時距離保つ。この中で一番のイケメンはうちわの人だな。ありがとうございます本当に。オーケー。どうもこんにちは。あやっぱりなんか眩しいと思ったわ。俺がおるからかな。どうりでね。うちわの中の人。そう。あーもうこれね。こっちね。うんまあ天才ほんと頭いいんだから全く。もう疲れたわマジで。なんでその喋り方。家庭の宣伝も疲れた。なんとなくなんかキャリ変えていこうかなと思ったら一番やりやすいのこれだった。いろいろ家の中で試したんだけど。うん、おっ CM の時間ですよ。そこでは回想感の一発ギャグで CM 行きたいと思いますよ。お前ら50円払うから枕さすろ。絶対嫌だ。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに来たし、退任の時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた。取れたっす。
これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。はい、こんにちは。ということでですね、じゃあね、ちゃんとした企画をやろうかなと思います。はい、題して、あから始まる食べ物でご飯食い切っちゃおう。いえぐだぐだ倒れる感がやばい。ほんとに。ということでね、まあなんかルール的に言うと、細かく言うとですね、まあここにね、ちょっと熱々の砂糖のご飯的なやつがあるわけですよ。そいつにね、あから始まる、ちょっとね、当たりも外れもあるような食べ物を、そこのご飯の上にピッとインして、このご飯をみんなで食べようっていう、なんか謎の企画を考えたの。俺結構長いこと一緒にいるけどさ、俺米食わないこと知ってる。マザーファッカー。よし、ということでね、そんなのどうでもいいとして、まあじゃんけんして、とりあえず一発目やってみないとわからないから、はい、一回じゃんけん負けもんがね、このくじを引いて、そのあから始まる食べ物をご飯にかけて、ちょっとずつお腹を満たしていこうっていう、なんかすっごいいい企画。おっしゃ。はい、じゃんけんしますよ。はい、いいですか。出さなきゃ負けを、出さなきゃ、じゃんけんおい、はい、これほい、はい、これほい、はい、これほい。おい、何してんのこれ。パーパーブーブーやったし。じゃあ今もう一回、はい、最初はグー、じゃんけんほい、最初はグー、じゃんけんほい。お前リアルな下打ちがすごいんだけどさ。まだなんかということで、1番手ね、勝ったというしんくんからね、一回じんくん始めよう。まさかの。お前ら絶対なんか企んでるよね。いや、当たりもあるよ、ちゃんと。当たりもね。また一回、とりあえず、箸、はい。はいはい。こんな恥ずかしい頭で勝ってきたから。だから、完全にだってここ二人組んでるでしょ。いや、組んでる、ガチで組んでる。お買い物は行きましたけど、お買い物はちょっととりあえずこれ開けるね。これちゃんと何も普通のご飯だから、ただの普通のご飯、さっきチンしてきたんだよ、これ。味も何もないご飯、これね、ご飯ね、これご飯ですから、これを皆さんで食べきりますからね。はい、何も見えない。スーマジで熱いね、確かに。じゃあちゃんと混ぜてね、シンくん、まずこれを引いてください。嫌な予感しちゃった。ポチッと。何出ました？アーモンドね。あー、おめでとうございます。おめでとうございます。アーモンドチョコでご飯食べてもらいます。アーモンド一丁。何個欲しいですか？3つにしますか？3つ食べきったら許してあげましょうか。3つ、いたらまあまあまあ、ね、逆に俺白米の味嫌いだから。あー、逆にね。アーモンドだよ。じゃあしんくんにお茶入れてあげて。あ、もうお茶入れていきましょうか。うん、さてさてさて、じゃあちょっとね、このアーモンドの上にご飯3つぐらい置いといてあげようかね。待ってください、でもそれみんなで、まあ、俺一番嫌いなのだって米だからね。マジで乗っけるタイプだ。あ、透明ゴキブリだからね、これ。ああ、マジやだ。はい、どうもこんにちは、してますって言ってる。ほら見て。すごいこれ。お米にたかってるゴキブリみたい。これはすごいですよ、皆さん。笑えない。笑えないやつですね。さあ、いただいてください。その間に僕ら喋ってるんでね。いや、もう。どんな感じなんだろうな。美味しいですよ。すごいこれ。怖い怖い怖い。どんな味なん。アーモンドと米のミスマッチのハーモニー、マジで食ってる。どういう震えてる震えてる震えてる。ご飯ちゃんと一粒に一口は言ってよ。はいはいはい、まあまあいいでしょう、いいでしょう。いやいや、さすがさすが先輩の意地を見してもらって、どうですかどうですか。最高。これヤバいやつなのね。ヤバいやつ。よっしゃ、もう一回じゃんけんしていこうか。もう一回じゃんけんしていきましょう。ちなみに何が出るか、もう一回アーモンドも入れますからね、これ。入れるんかい。ちなみにアーモンドはまあ当たり寄りですかね。当たり寄りなのかな。本当に楽しくてしょうがないって言ってる。いやな、びっくり。当たり寄り、当たり寄り、当たり寄り。当たり寄り。もう最悪のもん、本当に最悪ですからね。本当にこの世のものとは思えないものを食べてきますから。よし、じゃあ次は、じゃあ。見ない方がいいから、じゃあ。
そうね。何を言ってんすか。いや、みんな順番でいくじゃん。どうしたらいい。次誰が行った方がいいと思う。もう視聴者さん、視聴者シャー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 に。ああ、まあ民主制度か。そうね、そうするわ。俺なの本当に言ってんの、それ大丈夫。本当にお前らの家に石投げるからね。大丈夫。本当にいいの。満場一致のやつ。本当にいいの。本当にいいの。本当にいいの。俺行くよ、じゃあ。ちゃんと混ぜて。混ぜて食べてるからね、俺。はい、どうぞ。俺当たり引いちゃうからね、本当にこういう日って。塩の達人。え？何も書いてないんですけど。何も書いてないんですけど。企画倒れたんですけど。何これ？ちゃんと混ぜて。混ぜて。あ、あります、あります。あ、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 ハプニング発生ですよ、皆さん見てください、これ。ルールブレイカーだね、ルールブレイカー。アーモンドって書いてある割り箸。割ってこれで食ってたからね、この人。悪い人ですね。そうだよ、もう。じゃあ、これ何も書いてないのはアーモンドだとして、やるわ。もう一回やるね。もう一回やるよ。ちゃんとやるよ、ほんとに。さてさてさて。はい、どうぞ。アーモンドチョコ。いくよ。これ。あ、もう最悪かもしれない。はい、皆さん見てください。見えますか。見えないですよね。絶対見えないですね。まあなんとなくいきますけど。はい、おめでとうございます。アンパンですね。アンパン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 で行くしかないみたいな。炭水化物と炭水化物。しかもさ、アーモンドなら3つだからさ、ちっちゃいからいいけどさ、アンパンって1個でかいからね。2口、2口でいこう。これね、みんな。あ、おめでとうございます。どうも、ガチなアンパンだからね、ほんとにもう最悪だよね、これ。ポンって置いちゃうよ。置いちゃうよ、置いちゃうよ。お茶もらいます。マジでずらやばい。美味しそうじゃない。見て、これ見える。これほんとに見えてる。これ大丈夫。アンパン、アンパンマン光ってるっしょ。さぞかし美味しいんでしょうね。いっ、その、置いてある面積はいくんでしょ。いや、いや、俺らも味わうことになっちゃいますからね。いただきますよ。アンパンマン、アンパンだけ。アンパン頬張って、ご飯もいって。さあ、感想どうなんですか。まずいんですか。美味しいんですか。美味しくないんですか。美味しいんですか。うくってらっしゃいます、うん、これやばいな。あの、バカだよね。美味しいものないのこれ。ある、あるあるんだ。ある、ちゃんとあるの。ちゃんとしたおかずあります。絶対やばいって。やってることがさ、なんか、なんか、お前、なんか飛んだぞ。めっちゃ嬉しい、こういうのみんな。じゃあ、なんかやってることがさ、もうどんどんさ、ナイト中国って言えるよ。お笑い中国だからね。まずい。うん、食べたよ。これがリアクション芸人かってコメント来てます。いや、そうです、これこそ。これこそリアクション芸人です。おはようございます。これさ、やばいな、おはぎだと思うじゃん、うん、なんなんですか。パンが邪魔してくんの、すっごい。わかる、これ。マジで。まあまあ、早く行くか。まあまあ、次ね、次見なとね。じゃあお茶準備しとこう。これやばい。あ行っていうのがしんどい。あがしんどい、うん、あの、買うときにあから始まるもの探しましょう、頑張って。はい。あ、よろしく。ありやす。ん？何？はい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 。いいね、いいね。はい、みなとが引いたのはですね、アンデスメロンゼリーですね。あー、おめでとうございます。はい、アンデス、こいつですね。ゼリー、ゼリー。ですね、じゃあもうこれは僕がやってあげますね、本当に。カラオケ大会がいい。それをじゃあ次週やるね、本当に。もう時間がないから、パーリーピーポーって感じ。いくよ。いや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 あ、キモいキモいキモい。こんぐらいは言ってもらわないとね。はい、みなとちゃん。カレーライス見て、これ、すごいプルンプルンなんだけど。もうえってなったわ今。気持ち悪い。はい、いただいてください。もうパパパッパパッといきましょう。パパパッと、パパパッといってください。うおぉ、グロー、これ。これやべえな。うぅ、気持ち悪い。お前、そのゼリーのついた食い物で遊んでるんじゃないですよ。ちゃんと食べてますからね。ちゃんと食べてますから大丈夫ですよ。残しちゃダメだから、ね、テキーラ持ってきてないんじゃないですよ。ほんで、うん、早く行こう、早く行こう。すぐ行こう。お前のリアクションは誰も待ってないから早く行こう。もう最悪、速攻ゴミ箱行け。もう、うん、もうゼリー早ってない。ゼリーはもういいね。じゃあゼリー抜こうか。もうゼリーいらんな。どんどん違うの行ってこうか。やっぱりアンパンももういいか。ゼリーもいいな。どんどん選択肢が。何これ、まあ、同じもの行くのは面白くないから。そうね、そうね。はい、抜いてこ、抜いてこ。3つですね、残りは。もうマジで、お次俺だから。お前、あと何やるの。それは出てからのお楽しみですね。
まあ一応当たり引いてないんで当たり引きたいですね。おお、いったね。結構米もね、なくなってきたからね。じゃあ、次俺、シンくんね。はい、真ん中行こう。ちょいっと、何引いた？アンパンマンふりかけ当たりじゃん。当たりだね。わぁ、美味しいやつね。めっちゃいいな。これ普通に美味しいやつや。超当たりやん。ということで、シンくんのこのアンパンマンふりかけを食べる感じで今日はラストにしたいと思います。おはようございます。なんでかっていうと、俺がこの企画に飽きちゃったからかな。うん、早いよ。絶対 YouTuber なれないじゃん。なれない。何味がいいですか？卵か、鮭か、おかかか。あ、おかか、おかかがいいわ。ね、なんか変な緑色のやつ。絶対ダメなやつ、ね。おかかね。おかかね。はい、どうぞ。アンデスメロン。アンパンマンですよ。アンデスメロン、はい、かけてあげましょう。かけてかけて。かけてあげましょう。アンパンマンね。普通にご飯。お前ゼリーむちゃくちゃ残ってんじゃん。いや、普通にこれ絶対うまいやつ。あ、これ美味しいやつだね。まあ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 、大丈夫。ゼリー触ったら残ってる。だってこれはもう、だってこれは完全に当たりな商品ですからね。いただきまーす。うん、くっそまずい。あ、そうなんで。ゼリー入ってるわ。ゼリーがね。ゼリーがちょっと多めだったけれどもね。超メロンくせえな。よし。あ、美味しい美味しい。まあでしょうね。うん、普通にご飯として食べるやつですからね。じゃあ残りのね、商品もですね、スタッフが後で美味しくいただきまーす。次に何があんのこれ。よっこいよ。うん、味塩があったんだけどね、味塩は使わなかったね。味塩1本ぶっかけてやろうかと思ったけどね、はい、やめとくわ、体に悪そうだし。よし、これはこの辺に置いといてですね。完璧。これ米の味しなかったら何でもいけんだけどね。まあまあ確かに、ふりかけがね、あれば早く食べてもらっていいですか。はい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 、お疲れ様。はい、ありがとうございます。ちゃんと綺麗に押していただきましたよ。完璧、ごちそうさまでした。皆さん本当にありがとうございました。本当によし。わー、はい、ということでですね、普通に戻りましょうか。今日も楽しかった、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当に楽しんでもらえて光栄ですよ。はい、あとは頑張って、携帯いじるから。もう消すわよ。仕事放棄怪しい。むちゃくちゃだな。一回 LINE 返させてください。今寂しい言うてるからな。寂しいからいじりません。はい、うん、まだ時間もう消すわ。早くない？なんで？じゃあ一曲歌うよ。それならいいでしょ。あー、まあ、ってことは多分彼がたぶん、まあ、完璧したかったんだろう。あ、そういうことですね。うん。何歌えばいいの？回想。回想？あ、1分前だって。残念。無理だった。歌えないね。どんまい？最高。でもね、でもこの後もツイキャスとかやるんでしょ。ツイキャスはやらないかもしれないですけどね。やらないかも。うん、まあまあカラオケは多分じゃあ次週に持ち越しということでですね。ということでね、はい、ぜひねクラブダイヤに遊びに来て、はい、二階堂真と、ヤスと、ミナとどうぞよろしくお願いいたします。僕はもう出てるメンバーしか押さないということにしましたので。ヤス大好き、ありがとうございます。僕も皆さんが大好きですよ、本当に。祝い花ですね、本当に。分かりやすいでしょ、本当に。僕を好きな人もみんな好きですからね、本当に。って言って、まあまあ本日もね、クラブダイヤじゃないわ、ダイヤか、合ってたね。ダイヤお前どこに所属の。ダイヤのイケメントークにね、はい、お付き合いいただきありがとうございます。あとアメバ TV で僕のね、指原との番組もやってるんで、ぜひご覧ください。本日はご来店いただきまことに本当にありがとうございます。ご来店に